どんな気分？なんかね、さっき今日は1個朝打ち合わせし、もう私卒業してからお休みを取らないタイプなので、ありがたくと思って、一応これは AKB として最後の配信的なことで、まあ1日経っちゃったんですけど、昨日バタバタしててあれだったので、ちょっと遅かったので終わったのが、一応卒業って感じで。でもアカウントは変わらなくて、このままなんですよ。画像とかはプロフィールは変わるんですけど、アカウントは変わらずこれを引き継げるみたいなので、カラオケのためにショールームは続けます。そう、改めて17年間ありがとうございました。そうそう、だから今日ね、朝リモートの打ち合わせ、あ、事務所の宣材写真変わった、そうそうそう、新しくなりました。でもたまたまエクステつけてる時に撮った写真で、髪の毛が長いんですけど、はい、アカウントこのままでいきます。でも写真とかはそのうち変えてもらいます。そうでね、打ち合わせして、今日お昼、あ、じゃない、今日今一つバラエティの収録行ったんですけど、でその後にコメント撮りがあって、そこでもう AKB48 の柏木由紀ですって、もうさ、私17年間言い続けてたから、あってなって、柏木由紀ですそれがすごい違和感だった。はい、事務所変わらずで、お休みもいただかない予定なので、よく言われるんですけど、卒業してどんぐらい住むんですか、全く、明日も普通に朝から一個番組収録行かせていただきます。はい、って感じで、割とね、まあでもゴールデンウィークちょっとだけお休みあったりとか、でもまあそうですね、今月はほとんどもうお仕事終わって、ありがたいですね本当に。すいません、わらび餅食べます。ヘブンイレブンのわらび餅、昨日の公演も最高でした。もう本当に楽しかったな。でもなんかちょっとだけ足取りが軽い気がします。なんか今日テレビ局の廊下歩いてる時、なんか、あ、なんか軽いなみたいな、気持ちが軽い気がしました。なんでなんだろう、なんか心機一転って感じかな、新しいことが始まったっていう感じがして、うんって感じでした。ラーメンめっちゃ美味しい。昨日終わってエビドリア食べました。これはわらび餅です、セブンイレブンので。ショールームでまあ一応ね、このお礼したいなっていうのもあったんですけど、私はなぜショールームを続けるかというと、カラオケ配信で AKB 以外が歌えるようになったからです。あっくん、まあ AKB もちろん大好きですけど、他のアーティスト歌えるの良くないですか。そう、それのためだけにショールームを残しました。なんかここはカラオケ専門になると思います。ファンクラブがあるので、私今日からファンクラブがリニューアルされて、ファンクラブでライブ配信とラジオ配信、あと私のタイムラインみたいなのが見れたり、ちょっと一緒に席立ちますね、私のメッセージ見れ、あのリアルタイムのメッセージが見れたり、あとまあウィバースみたいな、ちょっとやってた、私が書いたことに皆さんが返信できて、それでやり取りできるみたいな機能をクラブに入れたので、あとブログもあるし、ファンクラブは結構充実すると思います。ぜひおすすめです。あとはもうイベントも発表されたかな、イベントもねやっていきたいなと思うんですよね。そう、アプリになりました、ファンクラブも念願の、お願いしましたそのうち変わりそうです、写真。あ、そう、誕生日にファンクラブイベントをやります。でこれがほぼソロライブに近い、感じにします。ファンミ、この前やったファンミよりも、歌をメインに。そうなんです、ファンクラブイベントはちゃんと生、キャパまだ発表されてないんだ、まあ、前回の倍ぐらいになってます。はい、なので絶対に入れると思います。ファンクラブ会員の数よりも広くというか、2回やると思いますので、多分、はい、ちゃんとね生歌でふっかり、まあ言ったらアコースティックライブ的な
会費は確か月700円か800円ぐらいで、年間にするとちょっと安くなる、1万円超えない値段でって感じだったと思います。なるべく値段に見合うことを提供しますので。ゴールドクマタワー、これ誰、すごい、ゴールドクマタワー、東京のスマンさん、ありがとうございます。全然その、私はこれ趣味でやってるので全然気にしないでくださいね。はい、誕生日のにはまずもうすぐ、あとね、ラビジュールのイベントも6月8日にあります。支払い方法はクレジットカード以外も増やしました。それも言われてたので、クレジットカード以外でも支払えるようになりました。楽しみです。あ、情熱大陸、そう、私ショールームで情熱大陸出たいってめっちゃ言ってなかった。あ、月、ありがとうございます。月880円、年間だと9800円みたいです。これはわらび餅食べてます。イベントは7月15日です、祝日。なんと情熱大陸さんに密着していただきました。確か12月ぐらいからついていただいて、もう最初 LINE でマネージャーさんから情熱大陸決まりましたみたいな、みたいな、お母さんに電話した、すぐ劇場にいたの、私確か劇場にいて、それを聞いてもういっぱい密着して、もうそう、だから12月からのソロコンとか、新曲の MV とか、その卒コンもだし、 YouTube の撮影とか、昨日まで密着でした。だからもう多分急ピッチで、急ピッチで編集してくださってんじゃない、この辺も見てないので、完成めっちゃドキドキします。わかる、予告でポテト食べてたよね。はい、全然飾らずというか、このまんまの自分をお届けしてるはずなので、あんまりがっかりしないようにな仕上がりだというのですが、リップ塗ります。試作品です、見合わせ。まあそんな感じかな。あとは誰、ありがとうございます。全然いいですよ。無理しないでください。トビーさん。うお、すごいキラキラ。ありがとうございます。しばらく結構テレビの収録いっぱい行かせていただけるので、皆さんがいっぱいテレビで楽しめる機会があると思います。ぜひ。ね、ちょっとさ、カラオケにどんなさ曲があるのかだけ見て、しばらくお仕事、そうですね。今月はまあもう半分以上はお仕事。ありがたいことに入れていただきました。だからしばらくは鹿児島にはまだ帰れなそうですね。でも現役の時にはなかったお仕事とか、テレビ出たことないわ、テレビいっぱい行けるので楽しみです。本当に頑張ります。テレビはね、みん誰でも、誰でもそれ 見れる、お金をなるべく使わず一番楽しめるものはやっぱテレビだと思うので、テレビも頑張りたいです。ちょっとカラオケ見てみていい？だってさ、もうモーニング娘とか松あややとかあるわけでしょ。あやや見てみよう。やっぱり嬉しすぎる。どんぐらい入ってんだろう。やっぱり。あれは。あ、すいません、切っちゃった。AKB の話もいっぱい聞きたいかもなんですけど、もういっぱいいろんなところで喋ったので、すいませんが、もうこれは自己満で。カラオケやっていいですか。まあ1時間ぐらい、1時間もしないかもだけど、もうすいません、ゆるくなりますので、今から私はハロプロを歌いますので、興味のあんまり好きじゃ、あんまり興味ないっていう方はもうここで切っていただいて大丈夫です。もうここから AKB の裏話とか全くしません、すいません、もうこれでごめんなさい。カラオケ配信します。テロップにしよう、テロップに書きたいな。ちょっと待ってね、カラオケ、ちょっともうみんなが知らない曲でも許して、私はこれを卒業の楽しみにしてたんだよ。でも知ってる曲さすがに言っとこうか。めっちゃある、ハロプロも松田聖子さん、ね、何でも歌えるのやばくない？ちょっと待って、やばい、
苦しくなってきた。嬉しすぎて、本当に嬉しい。めっちゃ配信するかも。嬉しすぎてね、やばい。本当に嬉しい。誰も知らない曲いっぱい歌いたいけど、一旦みんながして。ラブ涙色わかる？みんなさすがにわかる？ラブ涙色でも世代じゃない人もいるか。やばい、ちょっと待って。一旦いつか休みの日にマジで何時間もプロカラオケ配信するわ。まあラブ涙色わかるか。ちょっと本当に歌ってるの？違う、泣きそう、嬉しすぎて。すいません、お付き合いください。涙色、あなたのメールを読みましたわ。あの人と別れたってことを聞きたくなかったな。あきっぱりあなたのことなんて忘れてる。うるさい。そう思ってと思う。うるさくない？大丈夫？やばい、最高。あ、なんだか急に複雑な感情が向こう頭の中をぐるぐるめくっている。悔しいわ、飽きんぽい飽きんぽい、あなたの性格と意地っ張り意地っ張り、そんな私の性格きっと続かない。涙色、泣いても泣いても止まらないわ。あの夜で全て終わったのよ。ちょっと待って、嬉しすぎて涙が出る。本当にやばい。今曲選んでますね。え、本当に嬉しいんだけど、こんなことがあっていいの？やばい、もう誰も私のことは止められないよ。でも普通のハロプロ以外も歌いたいね。ちょっと一回すいません。本当にやばすぎる、嬉しすぎる、どうしよう。タンポポ、やばい、嬉しい、嬉しい。あとはちょっと後で読みます。本当にありがとうございます。お昼休み、スープフェスタに感動を。
止めよう。ちょっと待って、最高すぎる。ゴーシュさん、ありがとうございます。じゃあさ、私が本当にカラオケに行ってさ、よく歌う曲普通に歌うわ。まあじゃあハルプロも全然歌うんだけど、今カラオケに来たと思って入れるね。まずね、これ。ちょっと待って。ああ、ちょっと最高すぎるね、本当に。あ、これはないの？もしかして。絶対ありそうだけど。さすがにあるでしょ。ちょっと待ってね、すいません、あれが独り言が激しくて。で、あ、え、ないの？ちょっと待って、え、あった。私がはーちゃんとカラオケ行ったら絶対に一緒に歌う曲。やばい、めっちゃカラオケできる、嬉しすぎる。 ELT 絶対歌う。歌コンで歌ってたけど、これポケビ、私が物心ついて最初に好きになったアーティスト。みん、あ、現金じゃない、現金にします。どこでできるの？ちょっと待って、元気じゃなきゃ嫌なの私。ちょっと待ってね、原曲機これだ、いけた。すいません、もう一回入れます。元気じゃないです、元気です。あ、ファンクラブ入ってくれた、ありがとう。私は1番しか歌わないんだから。
曲もいいよね。男性ボーカル、あ、待ってないのかな。絶対ありそうだけど、あったー。うわー、どうしよう。みんなが知ってるやつがいいと思うんだけど、自分の好きな曲にしていい？みんなが知ってる曲はあれなんだけどっていうところ。でも私はこれが好きなの。あんまりうまく歌えないかもだけど、ちょっとバックナンバー歌わせて。高根の花子さんがいいと思うんだけど、みんな。でも私はこれが好きなの。あゆきさんパワー、バックナンバー大好き。私こんな低音の歌歌うことないから、めっちゃ珍しかったよね今。珍しくなかった？我ながら珍しいと思ったよって話。結構ね、男性アーティストのあのソロコンでね、奏でとかあれとか歌った、最後の花火にとか歌ったんでね。カバーアルバム出したいな。ここでいっぱい歌ってたら届くかな、誰かに。どう思う？カバーいっぱいやってたら、いつかそんな機会ないかな。ねえ。あとこれも絶対カラオケではーちゃんと歌う。スピード。果てしない。曲との高低差が激しすぎる。幼稚園。真冬の星座から舞い落ちた白い恋、胸の奥に降り積もる心に染みて涙になる。仲間とは違う最近で呼び合うたび強くなれる。離れていてもいつだって一つだよね。もっとちゃんといつも
捕まえていて、電話がない夜は強がってても、本当はね I miss you 果てしない星の光のように胸いっぱいの愛で今あなたを包みたい。電話意外な曲歌うね。じゃあこれ人気カラオケ、今これ人気曲第3位だったから歌う、ね、もう時代と世代がもうごっちゃごちゃ。意外とこんなのも歌うな意外でしょ。マジ意外。私が私の大好きなお化粧でハーフスリーブ巻いてお出かけしよう。日傘持ってこちらで幸せだもん。可愛くてごめん生まれてきちゃってごめん。暖かくてごめんいいなあちゃんよねごめん。可愛くてごめん努力しちゃっててごめん。ちょっと若くてごめんごめん。ムカついちゃうよねざまあ。こんな流行りの曲も歌うんだ実は実はね。あタワー誰あれ、こまゆきさんもタワー。タワーいいですよ。まゆきさんありがとうございます。もう一個入っ、もう一個ある、教えて。めっちゃ流れちゃう。みんちゃん、みんちゃん、みんちゃんありがとうございます。まゆきさんもありがとうございます。ありがとうね。あ、あとはさ、そう AKB が歌えるようになったの。歌ってほしい曲があったら言ってください。じゃあ一旦今見えた、今一旦見えたやつ入れるので、今ちょっとコメント見れてないので待ってください。これね、まあ、これまあちょ宴で歌ったからちょっと練習したってのもあるけど、こんなのやってたらさ、あっという間に、カラオケの1時間ってマジ早いじゃん。ってことはここで歌っててもあっという間になんだよね。まあまあ歌うよね。はい、風の強さがちょっと心を揺さぶりすぎて、真面目に見君が恋しい。眠り返しの日々、かわいそうなふりをしてだらけてみたけど、希望の光は目の前でずっと輝いているし、合わせだ空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日の恋。
めちゃカラオケって感じだねありがとうございます。アオピーさんタワー、え、あのアオピー、アオピーさんありがとうございます。そう、 AKB 以外が歌えるようになったんでめちゃくちゃ嬉しいんです。そう、そうなの、最高に嬉しいです。うん、青いウサギね、私が AKB のオーディションで歌ったハロプロで一番好きな曲聞きたいです。すいませんと、本当にそんなのは難しいんですけども、一番なんて到底選べないのですが、絶対にあんまり知らないだろうなっていう曲をじゃあ入れちゃうよ、入ってたら。あ、待って、入ってないわ、ちょっと待ってください。絶対に知らないかもしれないけどっていうあったら入れるから、ちょっと待ってね。うわ、むずいな、ちょっと待ってね、本当に待って、本当にあややがいい曲がいっぱい入りすぎててやっぱすぎる。ああ、一回これ、ああ一回これ入れます、すいません、本当ごめんなさい、アルバムの曲ですけど許してください。これは本当にいい曲だから聞いて、本当にあややの曲、これいい曲なの。幾千もの星が夜空照らして無数の星座作った、君と巡り会えた奇跡がこの空の下で輝く、5000人も集まらないで、恥ずかしいから。見てる？見てますよ。あ、常磐さんありがとうございます。で、ロンさんありがとうございます。ちょっとバランスよく、この有名な曲と私の好きな曲、今のは松浦亜矢さんの曲でした。うーん、アーティストでなんか誰かいたら、なんか歌ってほしい曲があったらぜひ入れて書いてください。AKB は今日は多分歌いません昨日あんだけ気持ち込めて劇場で歌いましたのでいっぱい来てる、どうしようかな。あ、オーケストラね。うわ、トゥワイス確かに歌いたいけどうまく歌えない気がしてちょっと申し訳ないな。歌謡曲いけますよ。私90年代80年代の曲が結構そうメインだったりするんで、そうなんですよね。あ、ただ君に春はもう大好きよ。夜に浮かんでいたクラゲのような付き合い
韓国語が怪しいからちょっと難しいですね。うん、昭和も歌えると思うんですけど、いや演歌はちょっとうまくない気がする。あ、待ち伏せね、懐かしいね。いっぱいくれるじゃん、ありがとう。カブトムシね、やっぱいっぱいありすぎてもう全然選べないわ。うわ、初めて唇を重ねてる。あやや大好き。いい曲だよね、コラボもね。待って、いっぱいもらったのに一旦さ、一旦私が、おシャンさんタワー、シャンさんタワーありがとうございます、ね、一旦私のオーディション初心に帰らせて卒業したから、一旦私はこの曲を歌って AKB のオーディションに合格したよっていう曲を一回だけ初心を思い出すために一回入れるね。一回入れさせて。あ、卒業写真の曲だね。これは AKB のオーディションで歌いました。中3なぜこれを選んだかというと、まずこのイントロがいい曲すぎてもう優勝でしょうって、あと短いだからフォローが出ないかなお母さんと言われました。これとあゆのシーズンズで迷って、え、じゃあシーズンズも歌おうかな、それで迷ってこっちにしたの。別の曲も歌うね。そうそうそう、青いウサギでね、受かったんだ。いや迷ってたのこっち。でもこれちょっとイントロが長い。若干ね。でモームスのオーディションは恋が ING で歌った。ほらちょっと長い、ね。Thank you.
思い出した、なんでこれもこれをじゃなくした理由が、ちょっとやっぱあゆのやつ聞きすぎて、そのあゆにめっちゃなりたいやつが歌ってるみたいになっちゃうというか、似てるとかじゃなくて、わかる、あゆのやつ聞きすぎてるみたい。私本当にその好きな曲聞きすぎて、ちょっとだけ本人様本人っぽくしたいみたいなのが入りすぎちゃうというか、そうなの、それがあって、似てるとかじゃなくね、自分で歌ったらこう、自分の声で歌ったらこうじゃないのになみたいな。あ、それ、あ、じゃあ一回あのオーディション、オーディションシリーズで、これはモーニング娘。のオーディションの一次審査で歌って、そう、つむくさんがこんだけ歌えるのはみたいな言ってくれたやつね。ちょっと待って、今日がとても楽しい、あった、恋やエネルギー、これカップリングの曲なんだよ。でも大好きだから歌っちゃった、これを。これででも一次審査通りました。一次と二次通ったの、この曲で。これもいいよ、記憶すぎ。あ、これ小島さんと秋祭りで歌った、カラオケ大会で歌った曲です。本当にいい曲。どんな風に呼べばいいのかわかんないから近寄って話しかけてる私って性格まで変わったわ。恋の神様のこと腕落ちたぞな、最高、ありがとうございます。ちょっとタワー入った。ヤンヤンさんかな、合ってる読み方。ヤンヤンさん、ありがとうございます。タワー、ちょっとハロプロ縛りはまた別日でやります。もっと本当にみんながマジで知らんよって曲を、知らんよっていうのは失礼だけど、有名じゃないマイナー曲だねってやつをまたやります。宇多田ヒカルさん、私多分全然宇多田ヒカルさんの曲全然うまく歌えないと思う。英語も苦手だし。 You're always gonna be my love。 まあ歌ってみるか。あんまり切り抜いてこれは拡散しないで、上手じゃないから。ダントツこれはうまくないと思う。なぜならもうあの持ち曲じゃないから、私のカラオケのでも結構いっぱいコメント来てたから歌ってみよう。こんなのまあね。これ合ってんの、正解あるのかな。フェイク、明日の今頃
礼しました。難しい曲だね本当に。あ、わかった、歌いたい曲見つけた。うわ、私の好きな曲あれはさ、アルバムの曲なんだけどないかな。一回だけねライブで歌ったんだけど、あれはあったね、あいこさんなんだけど、アルバムの曲かカップリングかでなんだけど、いい、私はこの曲が大好きなの。ちょっとごめんなさい知らない方は。でも聞いて、昔ソロライブでもカバーしてぐらい本当にこの曲が大好きだった。2時頃これ大好きなの。絶対拡散しないでください。お願いします。次歌う曲もお願いだから拡散しないでください。私が歌いたい曲だけ、歌いたいだけなので絶対に拡散しないでください。
調子乗りすぎた調子乗りすぎたんでこの辺で止めます、すいません。どこの人で男性ボーカル、私もやっぱバックナンバーさんめっちゃ好きだからさ、うん、あの携帯のにさ、アップルミュージックにいっぱい入ってるんだけど今携帯使っちゃってるからさ、 iPad にはきっと入ってないよね。え、待って、あ、同期さ、あ、すいません、本当ごめんなさい、本当にうるさくしてごめんなさい、でもないかもしれない。すいません、騒いでごめんなさい、ありませんでした。なんだ、同期されてた、私のプレイリストあるじゃない。やばい、音楽流して怒れる、危ない、危なかった、すいません、失礼しました。なんかさ、リストで見れないんだよな。1990年代邦楽ベストっていうのがある。あいこバレた、すいません、あいこさんの曲流しちゃいました。こんばんは、すいません、ただカラオケやってるだけです。なるほどね。みんないっぱいくれてる。絶え間なく注ぐ愛の名を永遠と呼ぶことが、あ、デパーチャー、鏡に映ったあなたと二人、情けないよね、たくましくもある。まあ松田聖子さんもそう、パフィーね。記憶の中でずっと二人は、あ、日だまりの歌って、ドゥルルル、違うか、それ間違った、私はプライドだ、あ、会えなくな、あ、それ歌いたい、いい、歌って、それ歌わせて、日だまりの歌歌わせてよ。やっぱ90年代大好きだ、世代すぎる。あまりの歌、ルクプルね、あまりの歌、ルクプル、ちょっと待ってね、いくよ。会えなくなってどれくらい経つのでしょう、出した手紙も今朝ポストに舞い戻った。
ません、うまくいきませんでした。ふん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 。たた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 た。私このやっぱ90年代の女性の曲すごく歌いやすくて好きなんだよね。ミントちゃんタワーありがとうございます。またトゥモロープライド、ほんとその辺もういろんな番組とかいろんな場所で歌、あやべ歌わせてもらったけど、わかる、歌いやすいの合ってるよね。なんかまた急に仕事が入った、あちょっと歌っちゃうか。あ、ベストフレンドと長い間どっちがいい？マジでどっちでもいいと思うけど。どっちがいい？長い間とベストフレンド、本当にどっちでもいいと思うんだけど、みんな。うわ、半々ぐらい。マジで半々。分かった。でもちょっとベストフレンドが多いね。まあ後から長い間も歌うかもしれない。でベストフレンドはね、はーちゃんとね、カラオケ行った時の最後に歌う曲絶対ベストフレンドって決めてんだ。キモいっすよ。絶対にベストフレンドで終わらなきゃいけないっていう決まりを作ったの私たち。キロロさんもねライブ行ったの、実はアルバム曲とかも知ってるんだけど。写真もうこんなベストフレンドなんてもう毎回歌ってんだから。もう大丈夫、心配ないと泣きそうな私のそばで、まだやれるよ、だっていつでも輝いてる。時には急ぎすぎて見失うこともあるよ、仕方ない、絶対に歌うの最後に。そう、昨日はーちゃん見に来てた。これを歌って終わらすっていう決まりなんだわ。時には急ぎすぎて見失う、うん、あとはもう本当にごめんね、私の歌いたい曲だけ歌っちゃう。8時半までにします。あと15分です。私のあの好きな、ちょっとあんまりね、めっちゃ難しくてあんまりうまくは歌えないから申し訳ないんだけど、あれ入ってないの、なんで私のあの好きな曲、お願い入っててよ。入ってた、すいません。フラワー歌っていいですか。解散しちゃったんですけど、 LDH の E-Girls ね、はーい、解散した、ごめんなさいね、好きな曲で。これいい曲なの。さよならだね、君の名前呼び捨てにして見るけど、なんか
戻っただけさ。君は僕を忘れないんだよ。だって僕が君のこと忘れはしないから、永遠に。もしも本当にすいません、ファンの方。ちょっとさ、 AKB が卒業したから、 AKB の曲をさ歌うのはあれだなと思うんだけどさ、でもさ、カラコンウィーク一回もさカラオケで歌ってないんだけど、さすがにちょっと歌っていい？卒業したばっかりごめん、これまま拡散しないで、こいつ AKB 辞めたくせに AKB 歌うなよって言われたくないからさ、私早口すぎ今。でもさ、せっかくセンターやったのさ、一回ぐらいカラオケで歌いたくない？でもさ、本当のカラオケでカラコンリンク入れて歌うの恥ずかしいからさ、ここで歌っていい？まあいいよね、ここなら。24時間前に歌ったから拡散しないで、恥ずかしいから。こいつまだ AKB 歌ってんのか、生まれたくない。でもソロで歌ってみた。歌詞入って、歌詞じゃないから素足ではまだ寒い、日差しが春色の渚、いつものクラスメイトと最後にはしゃいでた。今しかないタイミングでどうすればいいの。カラコンと言えなくて一瞬で伝えたい、右目から I love you。 ヘイゼル系の瞳、その奥で炎の私を知って、レンズ越しで見なくちゃ恥ずかしいじゃない、ただの砂浜でふざけ合い、恋する水しぶきの空、みんなを意識しすぎてぎこちなくなるのだろう。止められない砂時計からになる前に、ガラコンマジ生まれ変わって、いつもと違う私、ささやかなその勇気、そうもらったみたい、目つじのようでしょ。初めて積極的なアプローチ、
なくて一瞬で伝えたい右目から I love you ヘイゼルにその奥で本当の私を知ってレンズ越しで抱くちゃ恥ずかしいじゃない曲まあまあ一旦これでちょっと聞き歌い納めということで一旦ね一旦歌い納めさせていただきます。いい曲だよね。あ、昨日行けなかったっていう方のために確かに歌ったということにしといてください。あ、朝、あ、待って待って、朝ぴさん、アサピさんパワーありがとうございます。ありがとうアサピさん。ててててて最後の最後までは入ってませんでした。一応見ましたけど、片思いからサーチ、英語はサーチアビューティフルアイズ、違う、ビューティフルアイズ、サーチアビューティフルラブ、ちょっとわかんない、忘れちゃった。何飲んでんの？水です。サーチビューティフル、そう、最後の最後まで歌ってもよかったんだけど、まあ夜風の仕業を劇場のでいただいて、劇場公演でもらった曲なので優先しました。そして普通に歌いたい曲をまた入れます。でももう半ぐらいで終わります。急な急な、すみません、切り替えが早くて。4万4千人はやりすぎだって。本当の恋わからぬまま、あなたとはあれで終わるよ。ああもう一度だけ電話あれば許そうと思ってたのに、孤独なんてみんな同じと教えてくれた人、まかやろう。好きなの伝わったでしょ。松田聖子さん何か聞きたい。了解。まあ私は制服が好きだけど、ああなたにがいいな。いい、やっぱさ、カラオケって一人だったらバラード歌いたくならない？なんかみんながいたら盛り上がる曲歌わないととか思っちゃうけど。最後っぽい。これ最後にしよう。これを一番歌って終わりにします。ありがとう。
扉を閉めて思い出たちにさよなら告げた。あれから半年の時が流れて、やっと笑えるのよ。毎日忙しくしているわ。新しい人生を私なりに歩いてる。あなたに会いたくて会いたくて眠れぬ夜はあなたの今の私みたいな歌詞だった。ありがとうございます。ね、びっくりした。めっちゃ私だった。さあ、ありがとうございます。本当になんかすごいキラキラになってる。ああ、すごいクマが。ありがとうございます。さあ、ということで、まあ、ちょっと卒業、昨日卒業公演って24時間後に車掌ルーム。一応これが AKB として最後みたいな。ことでよろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。キラキラ、あれ歌止まってるよね。今止まってますよね。タワー、あ、細田さんありがとうございます。タワーありがとうございます。めっちゃ楽しかったです。ネットニュースになってる。嘘でしょ、勘弁してくれよ。こんな閉鎖的空間で好きにカラオケ歌ってるだけなので、カラオケ止まってるよね。ありがとうございました。またスクショタイムします。お願いします、ぜひ。スクショタイムわい、はい、ありがとうございます。はい、そうショールーム、このアカウントは残ります。でもこれからあのソロの仕様に変えます。アカウントは一緒で、写真とかこの名前の AKB48 とかを今今日が最後になります。今後は普通のソロ柏木由紀として、ショールームはカラオケ配信したいので残したいと思います。次はちょっとハロプロ縛りカラオケ多分やると思いますので、本当に好きな方はもしよかったらぜひ来ていただけたらと思います。そしてファンクラブは今日から新しくなりました。あとでちょっと更新できたらしようかなと思います。ファンクラブはもうブログ、写真、まあ、グッズ、あとイベント、そしてX みたいにこう今何してるよみたいな私が書けるもの、タイムライン、そしてグループチャット、私とファンの皆さんとこうやり取りできるグループチャットなどなどですね。誕生日7月15日にファンクラブイベント決まりました。こちらは今日みたいなアコースティックライブ的な感じになるかなと思っております。まあね、卒業して一発目なんでちょっとこう歌に力を入れてやりたいなと思います。そしてアプリでファンクラブできるようになりました。そしてカード決済だけだったのが、現金かな、なんだろう、他の違う、現金じゃないか、他の支払いもできるようになりましたので、ぜひぜひ。そしてあとラビジュール、私がやらせていただいてる下着のドランドのイベントも6月に決まりました。そして5月末はあれですね、あのソロコンサートの DVD 出ます。なんと東京の公演が収録されてるんですが、私はあの本番当日 DVD になることを知りませんでした。だから DVD になるの知ってたらあんなに法定速度というやつか間違えなかったかもしれないのに。でも DVD めっちゃぜひぜひ見てください。もう超画質もめっちゃいいし、特典映像もたっぷり、裏話全部また改めて録画収録しました。ゆうきさんありがとう。
ね、卒コンが DVD にならないのでぜひぜひこのソロコンサートの DVD を見て楽しんでいただけたらなぁなんて。予約済みありがとうございます、嬉しい。こっちもね、なんかシリアルナンバーで、プレゼント的なイベントとかいろいろあるっぽいのでぜひ。リリーベ、そうですね、当日もちょっとイベントとかできたらいいんですけど、まだちょっと検討中っていう感じで。はい、もう卒コンの円盤化は皆さん諦めましょう。もう卒業したのでぐちぐち言わないようにしますはい、でもソロコンの DVD めちゃくちゃいいのでぜひ。そして情熱大陸ね、5月5日かな、今週の日曜日、念願の情熱大陸放送されます。そしてちょこちょこまた卒業してからも、今日もね収録行ったり、明日も、番組の収録がしていただいていただいたりしますので、皆さんに楽しんでいただけるようにもっともっと頑張りたいと思います。皆さん、あと聞きたいことはないですか？大丈夫ですか？あ、ファンクラブはライブ配信もあるんだった。ライブ配信とラジオ機能もありますので、それいい。ラジオさ、今まで X のあれ使ってたじゃん、スペース使ってたんですけど、本当にファンの方向けだけに喋りたいこともたくさんあるので、ぜひ。イベントはとりあえず都内ですね。前回の300人ぐらいのキャパよりは倍以上増える予定なんですけど、はい。逆にラジオはなるべく固定した方がいいのかな、何曜日の何時からみたいな。もしかしたらたまに前後しちゃうかもしれないけどみたいなね。ラジオ週1とかで30分ぐらいね、もしかしたら曜日が決まった方がいいですよね。で、まあアーカイブ残せばね、そっちライブもラジオも多分アーカイブも残ると思うので、ファンクラブかなり入会今してる方はそのままでいいと思いますね。アーカイブ残せた方がいいですよね。まあこのぐらいしないと月々880円も払っていただいてる元を取れないと。でも今までウィバース、モバメみたいないっぱい細かく重ねた、もうその2つだけで800円ぐらいしてたから、はい、かなと思います。そっか、ラジオとライブコメントできるか、まだちょっとやってないので何ともなんですが、あ、ユーピンクのリップクリームは販売されますよ。もうちょっと待っててください。はい、ちょっと今日ファンクラブの、まあ、タイムラインみたいな簡単なのもし更新できたらと思うんですけど、まだちょっとバタバタしてましてすいません。でも楽しんでいただける。関西の仕事、今月行きますけど、まあ皆さんちょっと会える機会がある感じなんですか。関西も今月も来月も一応行くと思います。 YouTube も変わらず、あ、マネージャーの S さんは、KB のマネージャーさんなんで、今後はまあたまに出てもらいつつ、まあ事務所のマネージャーさんと YouTube やるかもしれないです。ね、若いです。確か25、6歳の女性、今マネージャーさん2人いるんですけど、女性の方どっちも1人、そのここ半年ぐらいついてくる、半年ぐらいついてくれてる現場のマネージャーさん、若い25歳ぐらいのマネージャーさん、めっちゃ可愛くて、はい、めっちゃ可愛くて明るくて、はい、S さんとはだいぶキャラ違いますけど、すぐみんなに覚えてもらってかなっていう、はい、意外と2人で、はい、話したり仲良くしてるので、ぜひそっちはそっちで、で S さんが必要な時は S さんも呼んで、あ、マネージャーさんアンガールズさん一緒です。めっちゃ可愛くてめっちゃいい人、名前はまだ伏せておきますということで、あとね、まあ今月来月この何ヶ月かでまた皆さんに会える機会いっぱいあると思いますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。ということで、本当に改めて AKB 17年間本当にありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったです。 AKB の今日の発表は本当に知りませんもう卒業したので知らないですけど、ぜひね、私のこともですけど AKB のこともぜひ応援していただけたらなと思います。今日の発表は本当に知りませんということで、皆さんお付き合いいただきありがとうございました。また次はハロプロカラオケすると思います。ありがとうございました。またねー。